はい、皆さん、おはよう、こんにちは、そして、こんばっけん。私、バッケンでございます。今回からね、また新しいゲームを始めていこうと思ってるんですけれども、今回やろうと思ってるのが、こちらのゲーム、もうタイトル画面出てますが、危機開会、謎のクロマントでございますね。こちらをクリア目指してやっていきたいと思います。それでは、早速ね、スタートしたいと思います。まあ、難易度はもうノーマルでいこうかなと思うんですけども、まあ、キャラクターが2人選べますね。こちら2人同時プレイなんで、まあ、2つキャラ得てるんですけれども、まあ私、そうですね、最初はこの巫女のサヨちゃんでいこうかなと思ってます。ちなみにこの右のマヌケって書いてるタヌキが、聞いた話では前作のラスボスだったかな？ね。その昔、妖怪たちが七福神をさらって大暴れをしたことがありました。これ前作のお話ですね。しかし、巫女のさよちゃんに懲らしめられ、今では妖怪たちも静かに暮らしていました。そんなある日のことでした。さよちゃんのいる神社へ化け狸の間抜けが駆け込んできたのです。さよさん、大変なことが。どうしたの？そんなに慌てて。おいらの仲間たちがおかしくなっちまったんです。おいらが目を覚ましたら、仲間の妖怪たちが暴れ回っているんです。止めようとしたら、なんとおいらにまで襲いかかってきて。どうして？みんな心を入れ替えたはずなのに。かわいいね、さよちゃん。おいらにもさっぱり。とにかく、おいら一人じゃ手に負えません。さよさん、力を貸してください。と、その時。ぐへへへへ、キャーわ、来たー。これ、あずき洗いで多分前作の一面のボスだと思います。さあ、ではこちらね、これが主人公、巫女のさよちゃんですね。まあ、アクションゲームっていうよりかはシューティングっていう部類に入ると思うんですけれども、もともとこちらの台東から発売されてました、危機開会というね、まあ、アーケードのゲームがあるんですけども、そちらの、そちらが最初の元のゲームになるの。おっとっとっと、いきなりバリアが外れちまった。この序盤から、一面の序盤から敵の攻撃がちょっと激しすぎやしないか。いくらなんでも。おーおーおー。お、なんか、出てきたね。あー、ちょっと待ってくれー。ちょっと待って、アイテム取れないー。そしてアイテムが入れ替わっちゃった。で、まあ、もともとは台東から発売されてたゲームなんですけれども、この、続編の2に関しては、夏目という会社が出してるそうでございますね。結構ね、難易度は高いんですけれども、まあ、でも、割と評判はいい。そんなゲームですね。わぁ、ちょっと待ってくれ。やばい、もう難しいなぁ。パワーアップが全然してない状態だ。これはきついぞ。おお、ちょっと正直この状態はきついな。いけるかな。おいらが相手だべ。
おっと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 。まあ、ただきついきついって言っても一面はまあもう後半に比べりゃ本当になんてことのない難易度なんで、おー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 とっ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 と。あ、しまった。斜め打ちが結構有効かもしれない。おっとっと、この辺にどっか1アップがあったような気がするんだが、あ、出た。あー、取れない。ギャー、もったいない。あれ、ここはどこだべ。正気に戻ったみたいよ。おい、一体何があったんだ。そうだ、あいつだべ。ゆうべのことだ。おいらたちは裏の森で酒盛りをしてただ。そしたら黒いマントを着た見慣れねえやつがいつの間にかそばにいただ。はてと思ったらそいつはいきなり、で、気がついたら、オラはここで倒れてただ。誰なんだろう、その黒マントは。なんだろうね、眠ってる潜在能力を一気に引き出してくれる、そういうやつなのかね、これ。森の妖怪たちが危ないわ。まあ、謎の黒マントっていうタイトル、サブタイトルですから、まあ、あいつがね、黒幕なんだろうなっていうことはわかるんですけれども、前作に比べると本当にストーリー性がすごく上がってますね、このゲーム。キャラクターのなんかこう個性が強くなってる気がする。この辺ぐらいからね、だいぶ難しくなっちゃうので、この問題をあまりにも難しすぎて口数が減るっていう。まあ、なんとか実況しながらやれるとこまでやりたいと思ってるんですけど、どこまでできるのか。よしよしよし、今のところ HP 減らしてないんで、まあまあ順調といえば順調ですね。このままいければですけども、ちょっとずつちょっとずつ動いて、この敵をおびき寄せる。そしてこのお祓い棒で敵の弾を防ぐっていう、まあこれが基本ですね。で、あとはまあ実は短命攻撃なんかもあるんですけども、なかなかちょっとね使いづらくて、いやー、さっきの1アップを取り逃したのは本当に痛い。失敗したなちなみにこのゲームね、1面クリアするごとに HP のゲージが1個上がるっていうのはいいんですけれども、ゲームオーバーしてコンティニューするとまた4に戻るっていう。もうそのなんかふざけた仕様はね、そこだけなんとかしてくれるとだいぶ違ったのにと思うんですけど。まあ、だから上手い人はどんどん楽になっていき、下手な人間はあのきついのが変わらないっていう、まあ、そういう格差社会の現れのようなゲームですね。わわ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 、よしよし、お守り OK、 お守りゲット。あー、しまった、一発食った。クロマントはどこか知りたいか。ならばわしを倒すことじゃな。これ中ボスですね。なんか結構進んだようなつもりでいたから、ボスでもいいんじゃないかななんていう気持ちはあるけど、
ここはこのお札を使うと割と楽に戦えるので、あー取れなかったか、あーしまった。あーバリア外れた、あちょ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 やばい、ここでバリアを外してしまうのはちょっと計算外、もうちょっとバリアを、わわ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 、危ない危ない危ない、危なかった。意外としぶといな、こうやって戦ってみると。よし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 、順調順調。あーでも1アップがもったいない、まあ、ここまではなんとかいい感じで来てはいますけども、ここのねカッパの攻撃がね意外と大変なんですよね。怖いわー、このカッパに捕まると水の中に引きずり込むっていう、もう妖怪らしい攻撃をしてくる。やばい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 、おお、いや怖い怖いよー。うわー食らっちまった、いやーしまった、食らいすぎ。ここで一気にぶっ倒したいところだけども、おし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 、まあまず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 の成果だ。おし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 、いいよいいよ、1アップ取ってないけど、いつまでも根に持つ、いつまでも根に持つけど自分が悪いけどね。確かもう、あーしまった、バリアが、バリア溶けた。もうすぐボスだったと思うんで、来た。さあここのボスは大ダコですね、目が1個ですけど。えい、もういい、日本妖怪ども、俺様が片付けてやる。わあしまった、食らった、しまったー。この周りの竜みたいなやつが意外と邪魔なんですよね。まあ早めにこうやって対処すればなんとかなるっちゃなんとかなるけど、ぶねあーしまった、めっちゃ食らっちまった。まだ倒せない、まだ倒せない。わーやばい、死ぬー、死んじゃう死んじゃう。うわあ、ダメだ、もうボムもなくなっちまった。
できたら次の面きついのでノーミスでいきたい。きついな。よしよし、いやーなんとかいけた。危なかった。さよちゃんと、あ、違う。さよちゃんたちは正気に戻ったカッパーたちから話を聞きました。クロマントか。俺たちも正体は知らねえ。けど、怪しい奴らと話をしてるのを見たぜ。あれは確か、川下にある外人墓地だったかな。よし、外人墓地だな。さっきのタコも奴らの仲間だ。何がいるかわかんねえから気をつけろよ。ありがとう。さすがさよちゃんの方、元祖萌え巫女キャラ、正体不明のクロマントとその仲間たち。彼らを追ってさよちゃんたちはキリト妖気の漂う外人墓地へと向かったのです。もう存在そのものがさよちゃんは可愛い。てかキャラクターがね、全体的に可愛いのがいいですね。本当にこの隠れたってわけでもないでしょうけども、まあ名作の部類に入るんじゃないかと私は思うんですけど。ただ難易度は高い。見た目が可愛いのに、確実にその子供を相手にしてない。難易度が、ただまあこういったゲームのいいところは、一般的に覚えゲーというジャンルっていうか、まあ種類になってくるので、まあ敵のパターンを覚えればなんとか戦えなくはないっていう、まあそういうのはありますけどね。あー危ない。あーそうだ、これがあったんだ。もう慌てて忘れてた。もったいないな。食らっちゃったな、一発。あー、もうまた食らっちゃった。やーって思った。あ、弁財天様。おー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 、いいアイテムが結構いっぱい。ここの狛犬はね、ここはちょっとあんまり使えないんですよね、実は。よいしょ。間に合うか。このちょっと雑魚敵を一回先に排除して、そしてあそこにあるアイテムを取りに戻る。敵多いな。もう渋滞にも程がある。あのコウモリ、これでバリアを取った状態で。危ない、今一発食らった気がする。あー、しまったな。こいつがね、なかなか厄介なんですよね、実は。ほほう、ここを突き止めるとは、日本の皆さんもおやりになる。ご褒美を差し上げましょう。おー、怖っ。あー、危ねえ。あー、しまった。あー、食らってる。ダメだな、もう。いやー、むずい。やばい、これはやばい、これはやばい。おー、危な。とりあえずは倒せたけども、ひどい状態だな、これは。パワーアップも一番下の段階まで落ちちゃったし、この状態で勝っても正直苦しいだけなんだが。
あーやっぱり。きつい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 。あーダメだ、もう最後に木か、これはダメだ。やっぱパワーアップ全くない状態だと話にならないなこりゃ。でこいつもまた意外と強かったりするんですよね。うわ結局バリア溶けちまった。おおしよしよしよし、まあ、なんとかなんとか倒したけど、回復もしたけど、あと1機あればな、あと1機あれば全然余裕なんだけどな。タイミングを見て、まあただ HP が多い状態なので可能性、倒せる可能性が全くないわけではないんですけどね。うまく戦えればもしかすると勝てるんではないかっていう、ここがね戻るのがちょっと難しい苦手なんですよね実は。あーやっぱりどうしても一発食らっちゃうな。まあ一発で済んだからまだいいかな。あぶねー怖かったー。あーしまったしまったしまった、あー怖い怖かったー。ここまでは順調とは言わないけども、まあ、なんとか戦ってるって感じだね。うわ、危ね。おお、怖。強いな。めっちゃ強いな、あのピエロ。まだか、まだ死なないか。危ない。やっぱり食らった、絶対死なないんですけど、絶対死なないんですよこいつ。怖っ。強い、むっちゃ強い。やっと倒したか、時間かかりまくりだ。うわパワーアップが一番下の段階に戻っちゃった。やばいなこれは。勝てる気が、ボスに勝てる気が全くしない。あーあー落ちたー、最悪だ最悪。ちょっとこれは無理っぽい。ちょっとこれは無理っぽい。あーダメかー、死んだー、悔しい。
さあ気を取り直してもう一度頑張りましょう。 HP がなー、 HP がなー、さっきよりも少ない状態になっちゃったのがなー、これがきつい。この面までは割といい調子で来てただけにかなり悔しい。まあ、ここら辺はまあまあいいとして、ただあの中ボスですね、あの中ボスがさっきのような感じでなっちゃうと、あ、しまった、まただ、これをちゃんと使わないとダメだ。さあ何が出るか、何が出るか、まあまあお札がパワーアップしたのはかなりありがたい正直。あーっとっとっと取れた、よし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 、パワーアップの状態はかなりいい感じですね。さあ問題のこいつだうまくはまるとね、そんな強くないんですけども、わっ、しまった、そうそう、なんかね、急いで一気にかわそうとしすぎると結構ピンチに陥りやすいっていうのはあるので、よしよしよし、これをさっきやってればうわー悔しい。まあとはいえね、まだ終わったわけではないから、やっぱこうパワーアップした状態ですとここもだいぶ楽ですね。あー、しまった、よいしょ、このピエロがね結構強いけども、ちょっと離れた位置からでうまく軸がずらせれれば倒せなくはないのか。そしてこいつも意外と厄介、危ない、危ない、危ない、危ねえ、引っかかった、完全に扉に引っかかっちゃった今。うわ、しまった、HP の多さだけでいうとボス並みの多さがあるもんね、こいつは。実質ボスみたいなは言い過ぎか。うわ、危なかった、よしよしよし、危ねえ、今行けてたな、今行けばよかったな。あー、しまった、あー、しまった、わー、欲しい、消える、消えてしまった、やっちゃった、しょうがないな、
危ない。もう本当になんか神経を取られるというか、ひどいぐらい集中してしまう。このパワーアップした状態としてない状態のこの威力の差があまりにも激しすぎて、わあ、あー今確実に食らってたな。多分ここでバリアが1個溶けてしまうような気がする。でもしょうがない。あ、いけた。倒した。あー、一気に連打っていうか集中するとそんなに時間かからずに倒せるもんだね。あそこはな、 HP が今相当満タンな状態になってるから、うわうわうわ危ない。とりあえずせっかくだし取っとこう。満タンだからあんまり意味なかったけど。ああ、バリア溶けちゃった。まあいっか。さあこいつとの再戦ですね。わあ、食らいまくりだ。しょうがない、まだ2機ある、まだ2機ある。もうちょっと。もうちょっと、もうちょっと。よし、倒した。オッケー。あー、危なかった。なんかうまく壺にはまるとそんなに強くはないボスなんですけども、さっきちょっとボコボコにされたのがもったいなかった。ね、彼らの正体は日本侵略にやってきた西洋の妖怪たちだったのです。邪魔になる日本妖怪に術をかけたってわけか。放っておいたら大変なことになるわ。急がないと。ストーリーがなんか熱いね。危機快快な感じよりもこう90年代のこうアニメっぽい感じがすごくする。地下道を抜けた二人の前に不気味な船が姿を現しました。そして遥か彼方に彼らの本拠地である城が浮かんでいます。西洋妖怪の城ね。クロマントもきっとあそこだわ。あの船に乗り込めば奴らの城へ行けますよ。行きましょう。今なんかキャラがちょっとブレた気がする。まあいっか。第4章、大空の激戦。はい、ということでございましてですね、まあ今回はここまでにしようかなと。確か全部で6面だったと思うので、ちょうどここまで来て半分ということもあるので、まあ、今回はここで終了しようかなというふうに思います。まあ、次回、うまくいけば4面、5面、6面というね、テンポよくいけばですけども、その最終ステージまでのクリアをやれればなというふうに思っておりますんで、まあ、よかったらそちらの方を見ていただけると嬉しいなと思います。それでは、今回ね、ここまで見てくださった皆様、本当にありがとうございました。次回もまたよかったら見てください。それでは、バッケンでした。ではでは、バイバーイ。